はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。天才ウザドラゴンにコンセントライトを使って2万でぶん殴るデッキ紹介してほしいです。すまん、ちょっとぶん殴るのめんどくせえから先行ワンキルするわ。皆さんは天才ウザドラゴンというモンスターご存知でしょうか。このモンスターなんですけれども、これマサドレのアイコンにもなってると思うんで、まあ見たことあるなっていう方結構多いんじゃないかなと思うんですけども、これ遊戯王 OCG の方でね、あの1万種カード1万種突破記念かなんかで配られたカードだと思うんですよね。でなんか何十カードに1枚みたいな封入率、ちょっと なんか覚えてないけど、何カードに1枚かは覚えてないけど、なんかすげえレアリティ高くて、これレアリティめっちゃ高くて、これニュースの前だったんですよね。でなんか持ってるっていうか、当たったらマジ超アドみたいな、クソ高え超高級ドラゴンなんですけども、なんとあのマスターデュエルさんはですね、これ生成ができまして、当たり前のように生成ができると、775ポイント UR ポイントありますんで、25枚ぐらい作れるのかな、25枚ぐらい作れるんですよ、これ。はい、なんで作ってきました、1枚ぐらいで、どういう効果を持ってるかというと、このカードは通常召喚ができないと、攻撃力の合計と守備力の合計が合わせて1枚以上になるように、自分のフィールドのモンスターをリリースした場合に特殊召喚ができますという条件になっています。で、1番というか、この方法で特殊召喚すると、攻守が1番になるということで、1番1番になるっていう感じですね。はい。ブルーアイズとか、まあ、そういうモンスターだと結構攻守高いんで、ああいうの2体ぐらいリリースしたらポンって出せるんですけど、今日はですね、このテンサーザドラゴンっていうモンスターを使って、まあ、2万で本当はコンセントしてぶん殴れって言われたんですけども、コンセントして2万にできたらさ、射出した方が早いじゃん。射出した方が早くない？だから、あの高校取ってぶん殴るとかじゃなくて、普通に射出するわ。あ、こっちの方が早い。で、まあ、いつものようにね、あの、悲願2種、または、ベイゴマックス1枚から、このルート確定できますんで、まあ、相手には着席していただけたけという形になっています。先行でテンサウザントを出し、コンセントレートをサーチしてコンセントレートをぶち込み、2万になったテンサウザントをカタパルトで射出して、バーンで勝ち。ぬるい遊戯王マスターデュエル1周年記念作品ということで、私から運営にお届けする神デッキとなっております。いきましょう、デュエルスタンバイ、マスターデュエル1周年おめでとう。よし、1周年記念ハンド来た、1周年記念ハンドやこれ。ハルラやめてくださーい。ハルうらら、はい、うららうららダメで、まああるか知らんけど、増字はなさそう。これね、相手のね、これね、発禁令ね、なんか打つとね、相手うらら持ってても打てなくなるんですけど、ちなみに持ってるかどうか分かんないからね、この発禁令が効いてるかどうか分かんないんでね、それがね、ちょっとこの発禁令の強いそうで弱いところというか、弱そうで強いところというか、はい、そういうところありますね。あるかどうかわからないっていう相手にね、相手のハンドに。とりあえずいつもの展開一回していきますね。これはまあクソレッキ製造マシーン、または、クソレッキ真剣ゼミを受講していただいた方であればね、あのもう受講済みかなと、あ、これ真剣ゼミで見てやつやみたいな感じで、見ていただけるとありがたいなと思うんですけども、とりあえず真剣ゼミでやった展開をしていきましょう。ゼンマイコンの効果を発動して、フィード上のゼンマイコンを裏しびで除外することによって自分をデッキから出てくると。はい。今回の、まあ、使っていくカードなんですが、まあ、遊戯王マスターデュエル1周年記念ということで、まあ、1周年の、まあ、1周年というか、まあ、1万種記念なんだけど、本当はあのカード。なんか1周年記念っぽいじゃないですか、なんかあのアイコンにもなってるし、このマスターデュエルっていうゲームの、テンサーザンドラゴンさんね。うん。マジでさ、今これ実際その今撮影日1月の25日なんですよ。1月の25日で、リミットレギュレーションが来たぐらいの時なんですけど、今。はい。生放送終わったぐらいの時なんですけど、これ1周年本当にちゃんと祝ってくれんのかな、マスターデュエルの運営は。自分たちのゲームだから1周年とか特に祝わないやつ。なんかデュエルリンクスってちなみにゲームでは、1周年記念ってなんかありえないぐらいのなんかジェムとか、チケット、とか、なんかカードとか配ってたんですよね。あの、新規ユーザーのジェムを増えますみたいなのやってたんですけど、このゲームガチで何も言わないから、不安になってきた。
マジで何も言わないじゃん。何一つとして告知もねえし、なんなら、まあ、一応ね26日のメンテナンスでなんかあるとかどうとかって言われてますけどね。ちょっとねどうなることかわかんないですけどね。いや本当に本当に何もない可能性あるからね。うん、いや硬派なゲームすぎて何も祝いません。僕らはあなたたち何勝手に騒いでるんですかみたいなパターンありますからね。いやこのゲームの運営ほど何考えてるか分かんねえからな。パックの実装順番も意味わかんねえしな。マジで読めねえからな何考えてるか。いやほんとこういう人が彼女だったら大変なんだろうなっていうね。あと全然予告もしてくんないから待ち合わせもでしづらそう。待ち合わせしづらそうじゃない。全然予告もしてくんないからさ、なんか待ち合わせ時間とか決めるのめっちゃ大変そう。なんか3時って言ったのにさ、やっぱ5時でとかなりそうだしさ、逆に今度はさ、ちょ今から行くわみたいなので急に来たりするしさ、今から家行くわみたいな、ちょっとまだメイク終わってないのにみたいなね。 ありえますよね。とりあえずそろそろ、こういう雑談をしていると、盤面が整ってきましたよと。もうこの辺はねクソレッカーにもなってくるとね、脳死で回せるようになってくるんですよね。でも雑談してても回せますこれ、はい、この辺の展開までは大体同じなんですよ。大体やってることあんま変わんないから。もうねあの真剣ゼミの500回ぐらい繰り返してるんでマジでなんかもうなんか脳死で回せる。あ、勝手に手が動くみたいなね。1周年でなんかブラマチとか来てくれたら嬉しいんだけどな。なんかイリュージョン・オブ・カオスとか、バイス・マスターとか。うん。なんかでもあの辺なんかガン無視して、あの辺のモンスターなんかガン無視してなんかスプライト来そうなんですよ、今。実は。マスター・デュエルさん。なんかね、リミット・レギュレーションで持ち帰るとさ、ユニオン・キャリア禁止にぶち込まれてさ、いや、そろそろスプライト来るわ、みたいな。空気がもう、プンプン漂ってるから、いよいよこのゲーム終わったかと言われています、はい、OCG の方ではちなみにスプライトとかいうモンスターが実装されて世界終わったと言われてるんですよね。 OCG 環境が終わったと言われていて、まあ、空白の2022年とかなんとかって言われてますけども、できる限りねの事前規制はされてるいるので、結構ハリーファイバーもいないし、ユニオンキャリアもいないし持ち帰るもいないってことで、かなりねスプライトの強い部分は規制あらかじめされてます。はい。さあ、と言ってる間に、とりあえずね、スカルデッドで、デッキトップ、ダークドリアード固定した4枚をドローしていく。よし、そろそろ、いつもの展開とはちょっとだけ違う展開が来るぞ。これ戻して、で、レスキューフェレットの効果を発動。自身をデッキに戻すことによってレベルが6になるように、モンスターを特殊召喚。もう OK、もう OK。サンサーラ、あの白雪。で、スカルレット効果で打点が上がっていく。自分の墓地の、機械族モンスターを装備しながらレギュラスを特殊召喚。これはなんか適当に余ったんでサーチしました。これ別になんかレギュラスじゃなくてもいいです、別に。なんか適当に余ったんでサーチしました。で、ドミニオンキュリオスいきましょう。はい。で、3体で同じ属性で指導が異なるモンスターでドミニオンキュリオスをぶち込んでいく。で、打点が上がる効果とドミニオンキュリオスの愚かな埋葬をする効果が発動し、愚かな埋葬をすることによって、史上最強と言われている、超高え、なんかマジで1枚50枚ぐらいするんじゃなかったっけ、これ。どこだ、これ。10,000 ドラゴンを墓地送る。これ、何カートンに1枚とかそういうレベルだったんですよね、確か。なんかマスターデュエルでは生成できるんで 30UR ポイントです。これ、UR ポイント30で組みます。はい。なんなら1000円ぐらいで組めんじゃない？そんな安くないか。わかんないけど。UR3 枚10連したら出るかな。普通にね、ぬるいよね。千住メクラ？センジュムいくらか知らんけど、あんまり。センジュムがいくらかあんま知らないんだけど、
はい、ディスカルデッド効果発動してカタパルトタートルを特殊召喚していく。いきまーす。さあ、こいつの一体召喚ムービーはあるのかという話ですよね。白雪、ドミニオンキュリス、ダークドリアード、スカルデッドをリリースして、あらあら、テンサウザンドドラゴン9かーい、召喚ムービー9かーい。アイコンモンスターに召喚ムービーないのマジ。マスターディエルさん1周年おめでとうございます。せめて召喚ムービー作れこのみー。